こんにちは、ギャロップマスコットキャラクターのジニーです。ジスターです。秘密警察24時をお届けします。さあ、いよいよクラシックのトライアルレースが始まりますが、ジスターワクワクするね。そうだね、今週はもう3歳のトライアルのレース2つもあるんだよね。うん。で、その楽しみなトライアルレースを予想してくれる記者さんは誰かな。今週は千葉記者を連れてきたよ。また千葉さんって言いたいとこなんだけど、実は久しぶりなんだよね。そうなんだよね、4週間ぶりらしいんだけど。千葉さん、なんかあったのかな。体調でも悪かったのかな。まあ、なんかそのことについて聞いたら全部雪のせいだって言ってたよ。はい、ということで千葉さん、よろしくお願いします。じゃあ、よろしくお願いします。じゃあ、こっち、まずひとまずこちらですね、弥生賞。はい、こちらなんですが、はい、まあ、もうこちらも決闘で一頭を選んでしまいました。はい、何でしょう。まずこちらをご覧ください。あ、こちら決闘のページなんですが、はい、この2009年ロジユニバース、2010年ビクトアルピサ、はい、どちらもネオユニバース産駒が連覇を飾ったんですね。はい、まあ、もうこのレースなんですが、まあ、中山 2000m でネオユニバース産駒特有の小回り適性とパワーが生きる舞台で、うん、まあ、昨年も、まあ、上野田サハラの2着にネオユニバース産駒の宮地大河が、はい、まあ、10番人気で2着に来たんですよ。適性が高いんですね。はいはい、というわけで、まあ、ここももしネオユニバース産駒がいればと思っていたらいました。イタリアンネオ、はい、まあ、こちらも今絶好調の田辺騎手ですね、ということもありますが、はい、まあ、ちょっと前走ここまでなんですが、はい、まあ、新馬から未勝利、それで3戦目で勝ち上がって前走連勝で500マッシュ勝ちました。はいはい、ただこの前走と前々走の間で516キロから528キロと、まあ、体重を増やしての、本当ですね、まあ、勝利ということで、まあ、中身的にも成長してきて、はい、まあ、この中山で快勝と、はい、というわけで、まあ、ここもなんか大いに期待できるんじゃないかと。はい、まあ、母の父がエルコンドルパサーで、はい、まあ、前走 1800m から 2000m に伸びるのも、まあ、母の父のスタミナが生きるんじゃないかと。なるほど。まあ、なおのこと楽しみだなというですね。はい、まあ、相手ヒットはまあちょっとトゥザワールドですかね。はい、人気になりそうですね。はい、まあ、両系通馬で決闘的にも期待できるんですが、まあ、ここまでのレースぶりなんか見てももう先行差し自在ですね。確実にもう最後は伸びてくれますし、まあ、完成度という面でもやはり高いですね。はい、まあ、中山の 2000m も前走京都の内前 2000m を快勝してますし、ここを勝つと4連勝ということで、本当に皐月賞に向けて有力な一頭ということになりますね。そうですね、まあ、この馬池江康利厩舎の馬なんですが、はい、まあ、ディープインパクト、はい、池江康利厩舎、はい、お父さんですね、はい、調教師の、はい、もう前走若駒ステークスから、あ、なるほど、まあ、ここを勝って、うん、本番も勝ちましたし、はい、まあ、そういった、まあ、ゆかりというのもありますが、はい、ちょっと期待したいですね。はい、2冠まで見えてくるかもしれないという、はい、ところですね。まあ、はい、あとその他は前走が5着以内で、はい、かつ、前走4角8番手以内の馬が、はい、まあ、過去10年でともに20頭中連帯馬20頭中19頭がそれに該当するので、はい、まあ、それに該当するアズマシャトルと、はい、エイシン・エルヴィン、はい、キングズ・オブ・ザ・サン、はい、サトノ・ロブロイ、はい、そしてワン・アンド・オンリーまで、はい、まあ、馬連で抑えたいかな、うん、手広くって感じですね。はい、はい、弥生賞はこれでよろしいですか。はい、はい、でもう一つチューリップ賞もありますが、はい、こちらチューリップ賞ですね。はい、こちらちょっと印見て、うん、ハープスターですね。はい、もう一強です。20丸全部揃ってないのは意外な感じがするぐらいの馬ですね。はい、はい、まあ、ちょっとこちらも完全相手選びということで、はい、そうですね、ハープスターのレースぶりを見るレースということで、はい、はい、まあ、無事ならもう楽しみな馬ですし、はい、はい、ということでトライアルレース2つ千葉さんに予想していただきました。外れても雪のせいにはできないよね、これは。もうできないね、うん、ということでお楽しみに。バイバーイ。さよなら。